ここに一つ三角形があります。そしてこの三角形、辺の長さはわからへんねんけど、この角とこの角が等しいってことが分かってる。つまり、二つの角が等しいっていうことが分かって,いま,いいかっていますよと。今まで二等辺三角形について勉強してきたわけで、その性質として二等辺三角形は二つの角が等しいっていのがあったんやけど、 今度は逆です。二つの角が等しい三角形があったら、それは必ず二等辺三角形になりますかと。どうやろうね、これ。なるやろか。つまり二等辺三角形になるってことなので、二つの辺も二つの角が等しかったら等しくなりますかってことなんです。これについて証明をしていきたいなと思います。この動画では。 ここに三角形がありました。ちょっときれいにしたいね。A、B、C としとこうか。で、証明するアカのは、2つの角が等しい三角形があったら、それは二等辺三角形になる。つまり、2つの辺も等しくなるってことだね。この黒で書いた部分。2つの角が等しいと。これが仮定で、そして結論は、この赤で書いた部分です。これを言葉にしてあげると、 角 B と角 C が等しい。二つの角が等しいって分かっているときに AB イコール c やね結論。二つの辺が等しくなることを証明できれば二つの角が等しい。A 三角形は二等辺三角形やって言えるやな。そしたらこれをどうやって証明していけるやろ。ま、これも結局 AB と AC が等しい。つまり、二つの辺が等しいということを証明すればいいので、辺が等しいことを証明するときは、合同を使えばいいやな。でも、この三角形やったら、一つしかないから合同も何もないので、また一つ線を足してあげましょう。どんな線かっていうと、この角 A を二等分する線、二等分線を引いてあげます。ま、でもこれ、ちょっと勘違いしたらあかんのが、 前の動画かなでやった、頂角の二等分線。二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺を垂直に二等分する。これはまだ使われへんね。だってそれは二等辺三角形の性質で、今証明せなあかんのは、これが二等辺三角形になるってことやな。まあなので補助線としてただ、ここの二等分線を引いてあげただけです。そしたら、こっから証明をしていく。つまり、えっと、ここ D にしとこうか。 三角形 ABD と ACD が合同やっていることを証明していくよねそれが証明できれば対応する辺は等しいので AB と AC が等しいっていう結論が言えるゃななのでいつもの合同の証明の手順になりますえっとまずは合同言いたい三角形をあげましょう三角形 ABD と三角形 ACD においてやね この二つの三角形で証明をしていくわけです。こっちとこっちやね。そして、合同条件に必要なものを上げていきます。まずは、家庭で出てきている。これを使えるやな。そして今、二等分線を引いたので、これもちょっと文に書いとこうか。自分で引いたやつやからね。問題の中に出てきているものではないので、えっと、角、A の二等分線。角の二等分線ね。と、 bc との交点を何にした ?d にしてなこれを書いといてあげましょうじゃないと三角形 abd とか acd が何のこっちゃ分からへんよねこれで OK ですそしたらどこが合同条件として使えるかっていうとこことここ等しいなで二等分線として引いたのでこことここも等しいですと ただ二つの角が等しいっていうだけじゃ合同は言われへんやね他分かるところはどっかあるかなこれは使われへんねこれは証明したい結論やからここは等しくなるやねこのバツってなんでかって言ったら三角形の内角の和は百八十度で他の二つが等しいんやったらもう一個も等しくなるやねそして辺も等しくなるところが分かるやねここです 2つの三角形で AD は共通しているので一辺とその両端一辺とその両端の角が等しくなりました大丈夫かな AD は共通している辺で三角形の内角の和180度で等しいからこの黒丸とツ同士が等しくなるねこれで進めていきましょうつまり一辺と両端の角が等しいですまずはそうやねここの黒丸のところ 合同条件として使うから書いてあげようか。角 BAD。<B> 自分で二等分線を引いた部分です。イコール角 CAD です。これを一番としておきます。え、そしたら次は、えっと、この角 B と角 C が等しいっていうのも言っといてあげなさいね。これなんでかっていうと、これを使って、このバツも等しいっていうことを言うからす。 まあちょっと見といてください。角 B イコール角 C を二番とすると、この一番、二番から何が言えるかっていうと、三角形の二つの、三角形のうち二つの内角が等しいので、一番、二番から角、ここやね、×の部分、BDA、BDA、イコール角 CDA ね。これが言えますよと。 これちゃんと言ってあげないといけません。じゃないとなんでこの角が等しくなったかって言えてないやね。で、条件として使っているのはこの1番と3番。そして AD やね。共通する辺なので AD イコール AD ですよと。これが条件の4番やね。4でてしときましょう。そしたらいつもは123やけど 今回合同い言うのに使う条件は、この丸とツと一辺なので、2番以外ね、1、3、4より、こち入っちに書いておこうか。何が等しくなるかっていうと、一辺とその両端の角が等しいので、三角形 A、B、D 合同三角形 CAD ですよと。ね。そしたらどうなるかっていうと三角形合同な三角形の対応する元と辺は等しいので AB=AC これで証明ができていますえっと何が証明できたかっていうと ∠B っていうところから1本補助線を引いてあげたんやけど三角形の合同いうことで AB イコール AC がいたつまりどういうことかっていうと三角形のうち2つの角が等しい時には2つの辺も等しくなりますよと最初に言っていた2つの角が等しい三角形っていうのは二等辺三角形になるんやねなのでここで新しく 二等辺三角形になるための条件が出てきますつまりこういう条件を満たしたら二等辺三角形と言えますよってことですまずは一つこれはもう定義になっている部分で三角形の二つの辺が等しいですよとまあこれは今までも定義として使っていたことだよね そししてここには新しく条件が加わります。つまり辺の長さがちょっと分からんでも2つの角が等しい三角形っていうのはそこから辺が等しいということを証明できたので条件の2つ目です三角形の2つの角が等しい時にこれはもう二等辺三角形と一点いいしく 証明がされたので、定理として他の証明の中、他の問題の中でも使っていいんです。二等辺三角形になるための条件は2つ、三角形の2つの辺が等しいか、2つの角が等しいか、これを満たせば二等辺三角形と言えるんです。